松本ハイランドスイカのラベル、松本ハイランドスイカは、長野県松本市を主な活動範囲とする、松本ハイランド農業共同組合が集荷、選荷、出荷するスイカのブランド名である。松本ハイランド農業共同組合が活動範囲とする地域のうちでも、和田市所、新村市所、今井市所、畑市所、山形市所の地域、この地域の土質が、 火山灰由来で排水性が良い。また、松本ハイランド農協のスイカ生産部会の中で、スイカが栽培できる範囲を決めている。生産されたスイカはすべて、松本市畑下モバルにある選果場に集められ、自動機械で糖度などが測定され、等級分けされ、箱詰めされて、東京、大阪を含む各地の市場に出荷される。区域の作付け面積は、約百五十ヘクタール。 出荷個数、約200万個である。JA 松本ハイランドスイカとも戦九1935年頃、松本市畑の下原集落でスイカが作られ始めた。1950年代後半、ここで生産されたスイカは、下原スイカとしてすでに松本では有名であった。1960年頃には、当時すでに松本市内だった浪地区でも、スイカ栽培が盛んであり、 下原集落では、波柳が自分たちの先進スイカ栽培地区であると考えていた。下原のスイカ農家は、栽培技術の研修のために、この波柳地区や、千葉県のスイカ農家、東京の生果市場に赴いていた。和田地区、山形村は、この下原集落に隣接していることから、スイカ栽培が浸透するようになった。また、旧畑町には、下原集落の西側に、 150ヘクタールを超す水田地帯が広がっていた。この水田地帯における農業、構造改善事業による区画整理事業が1970年頃に完了した頃から、米余りによる水田の休行添削政策が進められ、この地域における添削品目としては、水価が最大面積を占めるようになった。ただし、 この水田地帯に耕作地を持つ下原集落の農家は少なかったし、添削面積は多かったので、その多くは下原集落以外の農家によって担われることとなった。1981年に、畑町農協は政府の補助金約3億円を受けて、水化共同選果所を建設した。これ以前は、核農家を当番農家の担当者が巡回して、 選果状況をチェックして、選果基準の統一を図ってはいたが、基本は個別農家の選果であり、各農家の軒先から出荷されていた。しかし、この時から生産されたスイカは、選果場に集められ、自動機械で等級分け、箱詰めされて、大型トラックに積まれて、各地の市場に、バ原スイカというレッテルを貼られたスイカとして、出荷されるようになった。 80年代後半には、東京市場でも、下原スイカの評価は高かった。松本平農協でも、スイカ共同。ここから出荷されるスイカには、松本スイカのレッテルが貼られて、このブランド名で市場に流通していた。1992年に、松本平農協、経、畑町農協、山形村の協が合併し、松本ハイランド農協が発足した。この時から、 松本ハイランド農協が出荷するスイカはすべて松本ハイランドスイカというブランド名で出荷されるようになった。スイカ協同選果書は従来の二つが比較的互いに近かったことから、畑町農協が建設、運営していたものに統合された。和田区田のスイカ協同選果書は、アグリ資材センター和田に姿を変えたが、毎年7月15日頃から8月20日頃まで、 生産者の直売所スイカ村として、松本ハイランドスイカが販売されて賑わっている。2012年の露地物スイカの出荷は7月9日から始まった。この日、松本ハイランド農協のスイカ友選所には36件の農家が約1万玉のスイカを運び込んだ。共選所では、検査員が傷などを確認し、センサーが糖度や熟度を確認、重量、 品質別にベルトコンベアで運ばれ箱詰めされて大型トラックで出荷される。この年は6月以降の日照時間が多く、昼夜の気温差が大きかったために糖度が高く、稀に見る出来の良さと評価されていた。出荷の最盛期は7月下旬から8月中旬で、共戦所には9月中旬までに約200。ありがとうございます。